まずは前半の17分、これが新潟の先制ゴールはキム・ジンスでした。いかがですか、改めて。ここやはり3人がゴール前に飛び込んでるっていうことで、やはりあのこのキム・ジンスのゴールも生まれたと思うんですよね、はい。そしてこのコーナーキックから田中達也です。今シーズンの第1号。今日は田中達也良かったですよ ね、 ですね。まずシュートを打てるところにしっかり、うん、まあ、浮いたボールですけど、ボールを最初コントロールして、まあ、その後が早かったですね。いつも以上に運動量を発揮してくれました。ただ名古屋がね、後半反撃するんですよ。これトゥーリオ、まあ、やはりこういったところで返すのがこの人ですね。本当当ててるだけなんですけど、しっかりボールを捉えていると。そしてこれ矢田、これ前半にはあまり見られなかったその背後の動きですね、はいはい、2列目から後ろに、まあ、そこを対応できなかったと。そしてこのゴールを決めた矢田がね、この後素晴らしいプレーを見せますが、これは新潟の逆サイドに入ってれば、はい、このシーンですね、矢田、もう切り込まれた段階でフリーになってますからね、はい、ここですね、ディフェンスは下がってここです。小川がゴールを決めました。ただ新潟もこれ鈴木武蔵のシュートはポストを叩きました。そして川又のこのシーン、惜しいシーンは多くあったんですよね、はい、そうですね、ちょっともうちょっと叩きつければよかったですよね、そしてこの後です。通算タイム72分27分に後半にイエローカードをもらっていた小川がこの78分、後半の33分にもう一枚イエローカード、まあ、これ肘が入ったと判断されたんですよね。そんなに悪質じゃないと思うんですけど、はい、危険な行為ということでレフリーが2枚目のイエローであれですよね、はい、まあ、そして1人多い状況になった新潟がここですね。小泉ゴール前に走り込んでいく、これですよ。有田さんお願いします。技ありです、加藤の、はい、ね、はい、あのすくってこうボールを、はい、ですから加藤のテクニック、テクニックですね。そして、はい、ルーキーの小泉の運動量、運動量、